私の強みは一つのことを突き詰める継続力です。ちょっとまだ理解できてなくて、そもそもこう抽象思考の定義を教えてもらってもいいですか？強み弱みで見てるポイントって、大きく2個だと思っていて。キャリアに悩みのそこのあなた、公式 LINE 登録で市場価値診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手にあります。詳しくは概要欄をチェック。はい、どうも皆さんこんにちは、特集のゆうすけです。コウキです。やってきました、模擬面接企画でございます。はい、で今回のテーマは自己 PR と、まあ、強み弱みっていうところですね。ここも品質質問、まあ、100% 面接で聞かれると思うので、ここに対する回答と後期面接官からのフィードバックをもらっていこうという感じでございます。でまあこの強み弱みとかっていうところは、やっぱりこう強みに関してはそんな自分実績ないよとか、人と比べて秀でたものないよっていう、まあ悩みだったりで、弱みの方に関してはぶっちゃけこれまだ自分直せてない、改善策分かってないなとか、あとはまあどこまで本音で言っていいんだろうみたいな悩みはあると思うんで、そういったところもリアルでこうガチで面接をしながらお伝えできればなと思います。でまあこの動画なんですけれども、前半が模擬面接パートということで僕対後期で、1対1でやっていって、後半のパートでまあ鬼面接官の後期さんからフィードバックをもらうというパートになってるんで、まあその後半のパートもぜひご覧いただければ、こういう意図で質問してたんだとか、そういったところの学びになるかなと思います。でまあ面接官を務める後期はこれまでコンサル転職支援を中心に、まあ、模擬面接を数百回はやってきているということなので、まあ、ちゃんとしたフィードバックがいただけるんじゃないかというところで、視聴者の方はそこも期待していただければと思います。謎の期待値上げですね。そうですね。まあ、そうですね、冒頭でしっかりフィードバックしていきたいと思います。はい。まあ、やっぱりこの自己 PR っていうテーマって、まあ、就活時代からやっぱりやるものじゃないですか。うんうん、まあ、就活と転職でやっぱポイントが一部違ったりとかもしてるんで、まあ、その辺が、うん、あのお伝えできるといいんじゃないかなと思ったりしますね。はい。ありがとうございます。はい。それでは模擬面接始めたいと思います。行きましょう。では、模擬面接始めさせてください。まあ、今日に関しても、トップ集、まあ、人材業界の営業っていう体で、はい、まあ、ユースケは日本生命で営業で2年目っていう体でやりましょうか。なるほど。じゃあ、まあ、第二新卒で大手保険会社から人材の企業に行きたいという。行きたいという体で。営業職という感じで。はい。はい、OK です。では、早速ですが、はい、強みを教えてください。はい。私の強みは、一つのことを突き詰める継続力です。はい。で、それを裏付けるエピソードとしましては、生命保険の時に働いていた時のエピソードになるんですが、配属された初月では、同期300人中の営業売上額というのが、だいたい300人中200位ぐらいだったんですけれども、その半年後の最終月には、300人中5位までなったというところでございます。うん、ありがとうございます。まあ、初月が300分の200で、300分の5位になったっていうのは、いつの話ですか？それは1年目の最後の月です。約だから配属された半年後の話になります。半年後ってことですね。こう、その、まあ、どういった業務だったのか、300分の200って当たっての、まあ、どういう業務で、はい、ここの数字がどういう定義で評価されているものなのかっていうのを伺えますか？はい、ありがとうございます。私が今お話ししている業務は、個人保険、法人保険の、まあ、両方ある中の前者、個人のお客さんに対する保険の売上額という形になっておりまして、私の立場としては、個人保険の営業職員として、地域のお客様に保険を提案していく形になっています。で、売上額の定義としましては、保険というのは、保険の金額に対して、こう、一定会社の利益みたいなものの項目があるので、その会社の利益項目のようなもので、325位になったという形でございます。200から5位っていうのは、まあ、かなりのステップアップかなっていうふうに思うんですけれども、はい、これを達成できた要因が一つのことを突き詰める継続力であると。はい。この具体的に一つのことって何を指しているんですかね？はい。ちょっと一つと言いつつ二つになってしまうんですけれども、今回の例に関しては。私はまず、ファーストステップで、この売上という項目を要素分解しました。三つに分解して、提案数×CVR×単価というところで分解しまして、そこの後者二つですね、CVR と単価を上げるというところに対して、この二つに対して継続的な取り組みをいたしました。で、具体的には、一つ目の CVR の方ですね。こちらに関しては、ロープレーを積極的に上司にお願いをしてやっていくというところですね。で、後者の単価というところに関しては、まあ、保険のプランの組み合わせによって単価がかなり変わってくるので、そこの提案プランの社内研修というのを自ら挙手して半年間実施し続けました。理解しました。ありがとうございます。あともう一つ伺いたいのが、その継続力っておっしゃってるんですけど、この継続力っていうのはどういうことですか？はい。では、二つに分解してお話します。ロープレの方に関しては、毎日ですね、営業所に私配属されまして、そこに営業部長という方がいらっしゃるんですけれども、その方に対して、朝一で週5回ロープレするという形をやっておりました。で、後者の社内研修というところに関しては、週に1回、これを半年間継続して行っておりました。社内研修？はい、社内研修です。ありがとうございます。了解です。じゃあ、あとはこの一つのことを突き詰める継続力みたいな、はい。話が強みってお話なんですけど、なんかこれを表す他のエピソードってあったりしますか？はい、ありがとうございます。それでいきますと、入社以降、今、1年ちょっと経っているんですけれども、日々の自分の失敗であったり、学んだことを、こう、Excel の中に蓄積するという作業を欠かさず毎日やっております。なので、現在、こう、入社以降、私の中で蓄積された学びだったり、失敗っていうのは、300以上の項目になっております。ありがとうございます。あとはそうですね、この強みを、
まあ、弊社人材の営業、今このポジションが人材の営業なんですけど、どのようにこのポジションに活かせると考えてますか？はい、大きく2点で活かせるかなと思っております。まずこう要素分解してそこに対して継続的に注力していくというところに関しては、商材は違えど、こう営業というのは先ほどの3要素に分解されると思いますので、そういった形で少しずつ改善を重ねていけるかなと思っております。まあ、2点目の失敗を学びに変えていく、蓄積するというところに関しても、ここもやはりこう商材とか業界を問わず、日々の PDCA というアクションになってくると思うので、業界や会社が変わっても問題なく発揮できると思っております。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと弱みを伺いたいなと思ってるんですけれども、はい。ユースケさんが自身に弱みだと思うところを伺いますか？はい、それは初見の業務に対して成果を出すスピード感、ここが欠点かなと思っております。なぜこう初見の業務に対してはこうスピード感が出ないなというふうに今思われてるんですか？やはり先ほどのエピソードでもアサイン初月は300人中200位というところで数字も低かったですし、自分自身の思考の傾向として抽象思考よりやはり具体思考の嫌いがあるのかなと思っているので、似たような業務っていうところのこれ前やったなっていうところがなかなかこう引き出せないっていうシーンが多いのかなと思ってます。抽象思考と具体思考っていうのとスピード感っていうところの因果関係がいまいちまだ理解できなかったんですけども、少し伺いますか？はい、まあ、抽象思考が弱いと手当たり次第こう自分が思いつく打ち手を打っていって、結局確信にたどり着くのが遅くなってしまうというふうに自分は認識しているので、それが原因となってスピード感が不足しているのかなと考えています。ちょっとまだ理解できてなくて、そもそもこう抽象思考の定義教えてもらってもいいですか？はい、抽象思考の定義としては、何か自分が事象に当たった際にこれ過去に似た経験あったなとか、違う領域から知識を持ってこれる、こういうところが抽象思考かなと思ってます。なるほど、理解しました。ありがとうございます。そこがスピード感に対して足りない部分であるということになっているということですよね。スピード感が足りない原因の一つかなと思っています。とはいえ、まあ、あの弊社に入った際もできる限り早くキャッチアップして成果が出せるといいなというふうに思ってるんですけど、まあ、この弱みを改善するためにこう意識していることってあったりしますか？はい、一つやっておりまして、上司からいただいた仕事を作業にしないというところを意識しております。具体的には作業をいただいた際に、その上司の方が自分に作業を依頼した目的だったり、まあ、この業務のそもそもの効果みたいなものを上流の思考を一個挟むことによって抽象思考を獲得しようとしております。ありがとうございます。なんか他に弱みってトップ3を挙げるとしたらどうなるのか。今1個目がスピード感として、残り2つ、これ2つは行動量が2つ目で、そうですね、3つ目は、少々お待ちください、はい、3つ目は自分を客観視することかなと思ってます。理解しました、ありがとうございます。では以上でありがとうございます。はい、ありがとうございました。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。はい、ということで模擬面接終わりましたが、まずは合否の方をよろしくお願いします。不採用です。不採用。なるほど、なんかちょ自分としてはそんなにまずい回答した記憶がなかったんで、ちょっと意外な感じはするんですが、はい、まずはじゃあ、フィードバックをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと今厳しいに見て採用かなと。はい、終わりという結果でございました。で、総論としては一個の個別の具体のエピソードはすごく良かったんだけれども、うん、まあ、全体で見た際に少しもったいないなというか、もったいない、こう一番大事な部分がもしかしたら相手に伝わらない可能性があるなと思って、うん、こういったフィードバックをしてますと。なるほど。一個一個のエピソードはなんかすごいこう構造化された話も分かりやすかったと思うし、良かったなと思っています。はい、ちょっと1ポイント変えるだけは結構変わるかなというふうに思います。うん、それが大事なポイントが抜けているかなと思ってます。はい、でまず自己 PR、 この強み弱みで見てるポイントって、まあ、大きく2個だと思っていて、1個が再現性、うん、でもう1個が自己理解力っていう、まあ、この2つなのかなと思っていて、ここの一番大事なポイントがちょっと伝わりきらなかったのかっていう印象を受けましたという感じですね。はい、でこの観点に沿ってご説明をしていきたいなと思ってまして、まず再現性みたいな話っていうと、まあ、一番は再現性っていうのもこうなんか2つの観点で見えるかなと思って、まあ、特に強み弱みって結論をそれぞれ言って、まあ、それに対する再現性があるのか妥当性があるのかみたいな判断が走るわけで、よくある確認の手法が、まあ、それを、まあ、量と質みたいな話で、まあ、強みが結論をあった際にそれに対してそこを証明できるような、まず質の観点でエピソードがあってそこに妥当性があるのかっていう話が一つと、あとは、量の話でそれが1回だけのものじゃなくて2個3個とか複数ある中で、ちゃんとこれが信頼できるものであるねってこの確認があるっていうイメージ、うん、で両方とももう少し改善余地があるなと思っていた、うん、はい、まず質の方の話で言うと、まあ、要はその具体エピソードの妥当性みたいな話で表せてるかどうかで言うと、ちょっとその一つのことを突き詰める継続力っていう、ユースケが言ってくれたものと実際のエピソードで話してたこう強みみたいなのがずれてるなっていう印象を受けましたと。はい、具体的にはその強みをこの弊社でどう活かせますかみたいな話を聞かせてもらった際に、なんかこう要素分解して継続して注力していくとか、失敗から学びに変えていくみたいな
だからこの話で少し冒頭の結論の一つのことも継続していくと少しずれた話、うんうん、どちらかというとじゃあ物事を要素分解するって言って真意を見つける力だったりとか、うんうん自分の反省を生かして次に生かす力とか、うん、こっちの方が適切なワーディングであるように聞こえた、うん、なのでこう一番大切なその会社にとって強みをどう生かせますかっていうところのクエスチョンに対してやっぱり最初の結論部分と実際に伝えてるっていうみたいなこうずれてしまっていて、うん、結局何が生かせるんだろうってこうなってしまったみたいな。確かにおそらくどれも正しいけれども、うん、やっぱり一個に的を絞ってそこを強固にするためのエピソードっていう感じで焦点を定めた方が伝わりやすかったはずっていう感じですね、うん、確かにちょっとやや話が継続性とか抽象思考を学ぶ力みたいな散らかった感は確かにあったかもしれないです、うん、一番のエッセンスを抽出してその具体を据えるってことができると、うん、より伝わりやすいんじゃないかなっていうのがあったって感じですね、はい、でこれがまあ質の話ですと量の話で言うともう一個エピソードを教えてくださいみたいな話をした際に、うん出てきた回答がまあ300以上の学び項目みたいな話、うんまあ、自己研鑽しているみたいなエピソードがあったんで、うんまあ、ここやっぱ1個目のエピソードと比べるとかなり弱いかなっていう印象を受けて、それちょっと取ってつけた感を感じてしまう、うん、確かに学びシート作ったからどうなのってなんかうちに会社として何の利益があるのみたいなところで、そうですね、うん、確かにちょっとそこは深い回答できなかったなっていう感じでした、ね、やっぱり業務上の成果をベースに書かれましたっていうことがすることが大事だと思っていて、結構こう努力しましたみたいな話が聞こえてしまったので、やっぱレベル差を感じたというところがあったので、これもまあ準備の話ですね。とはいえこう想定外の質問って絶対来るとは思うので、そこでこう答えられるように日々に自己内省しとくっていうのは大事かもしれないです、ね、うん、2つ目の観点が自己理解力っていう話で、ちょっとここは再現性にも関連する話はあるんですが、2個ポイント今回もあって、うん、まず1点目に関しては結局今のこの複数の要素が出てきてしまっているので、自分のことが理解できているのか、まあ、そもそも伝えることができてないのかみたいなこう判別がつかない状態、うん、で実際の面接ではおそらくもう少しここを深掘りして本当に自分が理解できているのか、それとも伝える技術がないだけなのかみたいなところは見に行くっていうプロセスが入るかなとは思っています。そうですね、初手の入り口としてはからそこがきれいに整理されてた方がやっぱり自分のこと分かってるなっていう風に納得感を持ってせやすいのかなと思います、うんうん、で2点目はちょっとまあ意地悪な質問をしてしまったんですが、まあ、弱み他2つ教えてくださいみたいな、ああちょっと確かにあれはなんか意図が気になりましたね。でここに関してはさっき言ったまあ自己理解のどれぐらい分かってるかっていうところを確認するっていう人と、うんまあ、企業さんによってはこれをちょっと対応力みたいな別の観点でその場で想定しないことを投げてるみたいなパターンもありますが、うんまあ、軸としてはまあ前者の方っていうのがあるので、ここはやっぱ対策で自分のことを理解して言語を説明できるっていうトレーニングを積んでるってことは大事かなっていうふうに思ったという感じです、うんうん、例えばじゃあ弱みが5個とかありえない数聞かれたら多分対応力を見てるんだろうなみたいな理解にすればいいですかね、うん、候補者の。そうですね、まあ、強みとかエピソードは2から3個ぐらい用意しておくとまあ安全かなっていうふうに気がしますね、うん、これは対策チップスみたいな感じで、うん、自己理解という観点だと確かにそうですね、うん、っていうのがまあ大きなフィードバックかなっていうふうには思ってます。であとはちょっとこれはもう自己 PR から外れて受け答えでさらにこう良くしていくためにみたいなポイントで言うと、うん、2個例を挙げさせていただくと、まあ、1つがあの1つのことを突き詰めるみたいなの定義というか、それは具体的にどういうことですかっていう時の回答が、まあ、少しあの提案数 CV の単価の因数分解ねみたいな話があって、自分の求めてたものとも違う回答があったみたいな、うんうん、いう話は少し感じたかなと。でおそらくこれは準備していたものを伝えたいっていう気持ちがちょっと先行しちゃったのかなっていうのは少しもったいないポイントだったかなと、うん、エピソード自体も悪くないんだけれどもっていうふうにちょっと思ったんですね。そうですね、なので多分最初にこの2つ継続しましたって言って、で多分そしたらなんでそれやったのとか聞かれるんで、そのタイミングで CVR の話をやっと出すとか、そういう形が良かった、ね、うん、そうですね。であともう一つはその中小具体の流れですね、うん、説明があった、あそこちょっと説明が分かりづらかったな、理解するのが難しかったなと。ああ確かに何回か重ねられたそう思っていて、うん、やっぱり説明する際になるべく簡単な概念で説明した方がいい、うん、できる限り、うん、でよくあるのは結構カタカナ文字を使ってそれっぽい言葉にしたりだったりとか、うん、ちょっと難しそうな定義を使ったりとかして、うん、それっぽく見せるみたいなことがあったりとかする、あんまりその格好つけはしない方が良かったりとかしていて、うん、そこでどういうこととか相手が理解を追いつかないみたいな状態になる方がもったいないかなっていうふうには思いました、うんうん、確かにこれは相手に合わせて適切なボキャブラリー使えないんだっていう評価になるってことだよね、うん、かなっていうふうに思う。そこが本当にきちっと明確にスマートに回答できるような定義がなされているのであればもちろん OK なんですけど、うん、なんとなくそれっぽいかっこいい言葉みたいなのは隠された方がいいポイントかなと。こんな感じですね。アグリーです。オッケーだ。典型的な地雷にハマってくださいました。
はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。まあ模擬面接やった感想としては、まあ後期言うに自分を内省しとくっていうのも大事だし、そこで言えるぐらい日頃から頑張るというか、そのちゃんとスキルアップとか、しとくっていうのは結構根本的な解決につながるのかなと思ったんで、ぜひ参考にしてみてください。そうですね、まあ自己理解と再現性を伝える技術みたいなのが大事ですけど、結局は自分が日々やってきた業務でどれぐらい成果出してきたのかっていうのが本質的な問いなので、確かに、まあ、日々そこをしっかり成果を出すとかに向き合うことが最も一番大事なことかなっていうふうには思いますね。そうですね、小手先じゃない部分かなと思うんで、はい、バレるんで、ね、そうですね。というわけで、ね、こんな感じでですね、トップ集では1対1で、まあ、無料で転職対策の支援というのをしております。今行きたい企業があって転職対策をしたい方はもちろんそうですし、まあ、まだ転職活動してるわけじゃないんだけど、なんとなくキャリアでモヤモヤしていて悩みを相談したいなみたいな方も1対1でご支援できますので、まあ、概要欄の方から LINE に登録して、無料のキャリア相談まずはしてみてください。まあ、今回は、まあ、自己 PR ってテーマを取り上げましたが、まあ、他にもまあ転職理由だったりとか、まあ、自己紹介だったりとか、まあ、様々なテーマありますよね。まあ、これらについて一つ一つ行きたい企業に合わせてワンで対策をしていくってことをやっているので、まあ、ぜひぜひ気軽に相談してください。お願いします。はい、お願いします。概要欄です。で、まあ、まだ1対1でいきなりこう、キャリア相談するのはハードルが高いよという人に関しては、LINE に登録いただくと、面接の品質質問100選というものも配っておりますので、LINE 登録後に市場価値診断というものにお答えいただくと受け取れるので、ぜひご活用ください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、後期面接官のフィードバックいいねと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、あとコメント欄でも、私ならこう、自己 PR 答えるとか、そういうのもぜひあればご紹介してください。はい、フィードバックとかも まだある来るのそうですね、もしちょっと面接強い方いたらフィードバックいただけたら嬉しいです。はい、では皆さん次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。 バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。